嘘をつくな。私には人の心がわかる。起きた？夢か。どうして俺はここに？どうして？あって、なぜだ？わかんない。おい、すぐ。でも地霊殿に来たお客さんが部屋で寝てたんだもん。ここがユダの部屋か。ズミムのケンシロウ。下がっていろケンシロウ。ユダに会わせてもらうぞ。ズミムのケンシロウ。下がっていろケンシロウ。おかしくないでしょ。ん？何？地霊殿の主であるお姉ちゃんの妹こと小明治小石が来てもおかしくないでしょ。そうかな。あ、どうした？起きたんだったら。何？キュッとして。なぜだ？だってしてほしいんだもん。この高ぶる気持ちは何なのだ？どうしたの？やめておけ。ほらほら、こうしてるとね、とってもあったかいよ。うろさえるな。この感情は一体。ほらほら、スリスリもしかして私にドキドキしちゃってるのかな。言えぬ。それだけは死んでも言えぬわ。どれどれ。まさか微糖。いかん、いかん。すごい心臓ドキドキしてるね。こんなに早くなっちゃって。やめるんだ。やはりこのままでは。私と一緒に寝るのが嬉しいのかな。兄さん、なんということだ。なんということだ。私と一緒に寝るのが嬉しいのかな。ユケケンシロウ。ユケケンシロウ。いいか、落ち着ける。一緒に寝る以外のことがしたいのかな。ああ。口は勝手に。どういうことだ。どういうことかって。うん。だって、無意識なんだもん。どういうことだ。でも、それでいいんじゃないかな。そうかな。ねえ、うん、もっと顔を近づけてもいい？何？ほっぺとほっぺが触れ合うくらい。来るな。しょ。いかん。ケンシロウ、命は投げ捨てるものではない。分かっている。足も絡めちゃおっと。動くな。あ、すっごいドキドキが速くなった。やはりこのままでは。あ、ビクッとした。お耳弱いのかな。それとも感じる。もっとしてほしいのかな。やめるんだ。なんということだ。もはやこれまでは剣士。兄さん、よくぞここまで戦った。さすが我が弟よ。俺も天に帰る時が来たのか。仕方あるまい。存分に味わおう。かかってくるがいい。激流を制するは制水。激流に身を任せ、どうかする。激流に身を任せ、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 激流に身を。難しいこと考えないでいいんだよ。わかった。ねえ、もっと顔を近づけてもいい？わかった。ほっぺとほっぺが触れ合うくらい。わかった。わかった。しょ。わかった。落ち着ける。なんか、これだけ近いと、私たちの息と息も、絡まりそうだよね。ねえ、お口、開けて。まさか。うん、そう。まさかが。ほら、私の吐息が、はぁーって。ねえ、どう？甘い。もしかして、キス、したくなっちゃった。うん。やめるんだ。存分に味わおう。ジュン！ダメー。ダメでした。わかった。覚悟！ひょっ
時、時、いきなり、ま、閉めるなんて。やめるんだ、時。飛行を突きたい。飛行士隊長。お前も自分の愚かさを噛み締める必要があるな。もはやこれまでまで。まさか。シュー、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 シュー。今より輝こうとする子供たちの光を奪うことは許さぬ。なんということだ。もう逃げられんぞ。覚悟を決めろ。もはやこれまでだ。時、おとなしく地獄に落ちる。わかった。せっかくこう。敵の動きを知るのは目でも耳でもない。行くぞ。お前の剣を見切るぐらいは容易。私は心で気配を見切る。もはやこれまで。おとなしく地獄に落ちる。わかった。せっかくこう。おい、死ね。なんということだ。なんと白露剣を奥義有限賞。フェイト KO。 サブリたちを思う私の心を断ち切ることはできん。ウェンシュー。